患者は急に呼吸ができなくなったという80代の女性。辛いね。行きます。1、2、3。林から矢継ぎ早に指示が飛ぶ。何と準備してな。胸部のポータブルお願いします。高齢ゆえに一刻も早く原因を突き止めなければ体が持たない。大丈夫です。やっぱり心不全の可能性高いわ。そこへ守備よくポータブルのレントゲン機が到着。救急車からの報告を聞き、事前に林が要請していたのだ。とモニターを見ていた林が突然、時間との勝負だ。自らレントゲン室まで走る。どうですか。結果は急性心不全による肺水腫。林の読み通り、レントゲンにより原因が判明した。ラシックス行こう。すぐに治療薬が告げられる。女性は肺に水がたまり呼吸ができなくなっている。それを利尿剤によっておしっこと一緒に出してしまおうというのだ。さらに血圧を下げる薬なども投与すると、少し息楽になりましたね。うん、驚くほど早く薬が効き始めた。その訳は、16の時かな、腸チブ疾患を患ってね、はい、で堀からもずっと病気したことないんです。なんと60年以上も病気知らずで、薬はほとんど飲んでいなかったという。もともとやっぱりお薬使ってなかった分だけ薬効くの早いんですよ。珍しいケースに林も思わず、肩早いですね。救急搬送からわずか30分、林の迅速な診断が功を奏したのだ。駆けつけた心臓の専門医からは、今日入院してもらわなあかんと思うんですが、入院して治療した方がいいかと思うんですけど。正月明けてからも高齢ということもあり、念のために入院が必要という医師に。女性に笑顔が戻った。 ER ドクターとして林が最も嬉しい瞬間だ。いかに患者さんをハッピーにするかというのは救急の大事な役目だと思ってます。ハッピーにするかって考えればちょっと優しくなりますよね。救急救命室 ER、 1分1秒を争うその現場で、今日も命を救うための戦いは続いている。経験から導き出される瞬時の判断、そして患者さんも家族だと思えばわがままも許せる、こんなドクターが身近にいたら本当に心強いですよね。 ER の現場お伝え